第16回兵庫若駒賞をまみえみ桃太郎号で勝利しました川原翔一騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。見事逃げての勝利となりました。今のお気持ちいかがでしたか？ほっとしてます。かなりプレッシャーもあったんですね。まあ一番人気で勝つのがね、なかなか難しいのが競馬なんでね、まあとりあえず結果を出せてほっとしてます。今日は果敢に花を奪う競馬となりました。もう今日は逃げると決めていたんですか？いや、あのスタート次第では、スタートはもともとこの馬いい馬なんで、行けたら行ってもいいかなと思って、行く馬がいたら控えてもいいかなっていうふうに、まあ、レースの中で決めようと思ってましたね。まあ、逃げる競馬で、まあ、道中の手応えというのはいかがでしたか？そうですね、馬すごくリラックスしてね、いつでも反応できるような状態で走ってました。もう道中もすごくいい手応えな感じで、最後は突き放す内容でした。非常に強かったですね。そうですね、前回より強い内容でしたね。最後は7馬身差の快勝となりました。今後非常に楽しみな内容になりましたね。そうですね、まだ対戦していない馬とか、これから出てくる馬もね、たくさんいると思うんでね、まあ、気を引き締めて頑張りたいと思います。川原ジョッキーは118勝目重賞タイトル、118回目の重賞タイトルということになりました。ご自身の記録も塗り替えてということになりましたが、いかがですか？そうですね、重賞回数よりも一つ一つをちゃんとしたレースをして結果出すことが僕の仕事で大事なことなんで、まあ、とりあえず嬉しいことは嬉しいんですけど、それはもう後からついてくるもんなんでね。それでは今後に向けてファンの皆様に一言お願いいたします。そうですね、これからもっと大きいレースを狙っていきたいと思うんで、これからも応援よろしくお願いします。まみえみ桃太郎号で勝利しました川原翔一騎手でした。